見るときは部屋を明るくして離れてみてね。レディゴー。キラキラキラリ光る夢のかけら探そう。願いを叶えてゆくコツは勇気。Yes。熱いドリンクハイ。何も聞かないけど。てるとめちゃめちゃ寂しい。そんな時青空を見て元気の魔法をもらって未来信じよう。メチメチマジカル勇気こそジュエル。みんなハートに持ってる宝石。マチマチマジです。素晴らしいリアル。読んでみよう笑顔パワー。確かにキラキラキラリ光るイケてる恋探そう。奇跡を起こすためのコツは本気。 Yes。 やっぱチンクハこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。全財産これだけ。生きていけないかも。キャッハッじゃない。これというのも淡路さん、あんたが弁当屋のおかずをつまみ食いしてバイトクビになったからでしょうが。それよか。セージがセメント袋一つ運べなくてバイトクビになったからでしょ。いやいや、ミント様が社員をモップで叩いてバイトクビになったからっすよね。だっておばさんって言ったんだもん。とにかく私たちがこの底知れぬ貧困から抜け出すには一刻も早くジュエルチャームとかいう宝石を手に入れてお金に変えるしかないんだよ。というわけで有り金全部はたいてダイアナ様のお好きなサメ屋のごま味噌柚子胡椒かまぼこ買ってまいりました。うん、おいしい。次はどの子かしら。フレーズ、ジュエルパワーは勉強。じゃあ勉強できるやつを探せばいいんすね。分かってるなら早くしたら。はぁ、あ、うん、おいしい。勉強できる子は塾に集まるっす。ダイアナ様、お願いします。あの子から目を離さないことね。嘘。全然わからない。何もわからないよ。いろいろランクがあるなんて知らなかったよ。なんて言ったっけ。ルビーは魔法成功率 0% のアクリル級で、ガーネットは魔法成功率 50% のグラス級よ。そしてサフィーは魔法成功率 100% のクリスタル級。でもあくまで初等科の中でだけど。
じゃあやっぱりあの時、あれって魔法が効いてたからじゃなかったのね。そうそう、思い込みってすごいよね。開き直るな。ねえサフィー、魔法の練習って一体どんなことをするのかしら。そうね、じゃあ初歩的な魔法、プルプルプリズムジュエリズム。うわー、浮いた。はあ、とまあ、これを毎日続けることで魔法力がアップするの。へえ、すごいな。ガーネットもやってみてよ。一回だけよ。プルプルプリズムジュエリズム。おお、動いた。ま、こんなとこじゃない。じゃあ次はルビーの番ね。って、あれ一番できないあんたがサボってどうすんの。さあやりなさい。わかりました、やります、やります。チラギロリ。プルプルプリズム。塾サボって厳正なのって信じらんの。早く帰って勉強しなさい。うるさいな、もう勉強なんかどうでもいいの。お姉ちゃんほっといてよ。お姉ちゃんっていつまでも私に構わないで。あの子、アザブさんの妹なんだ。ミサキ、待てよミサキ。なんだありゃ。葵様、またあいつらすよ。ミント様、たくどうしてあいつらは毎回毎回いいところに絡んでくるんだい。っていうか女の子追いかけなくていいの。ギャハッ。おっとそうだった、行けよ。まあ妹さんが。ええ、急に勉強がわからなくなっちゃったって言い出して、それでやけになって塾をサボっては不良仲間とゲームセンターやファミレスに入り浸ってるんです。そうだったの。一時的なスランプか何かじゃないの。あまり気にすることないんじゃない。あなたに何がわかるのよ。ん、おお、こわ。あーよあおお、食べるか喋るかどっちかにして。私はわかるよ、だって私も勉強大嫌いだもん。忍者スランプ。そういうのはスランプとは言わないのよルビーちゃん。そうよ、どうせスランプの意味だって分かってないんでしょ。分かってるもん。ミサキちゃんって言ったっけ、妹さんのことでもし私たちに力になれることがあったら。結構よ。葵様、せっかくお誘いいただいたのにすいません。今日はこれで失礼しますわ。お待ちになって。では迎えの車を呼びますわ。いえ、そんなお気遣いなく。では失礼いたします。アザブさん、この際だからはっきり言っておくけど、あなた方の力など絶対に借りないから。少しは葵様に仲良くしてもらってるからっていい気にならないで。なんだよあの態度。あんなのほっとけよリンコ。さあお好み焼き食べようぜ。うん、ところでジュエルペット探しはうまくいってるの。なんじゃない、もう4匹見つかったっていうし。だったらどうしてすぐに連れ戻さないんだい。それはね、アライト先生がこの機会にって臨時休暇を取ってしまったから。
ういうわけだから、当分学校お休みだし、しばらくあっちの世界で世話になって、みんなまとめて戻ってくればいいんじゃない。出席を取ります。朝岡さん。はい。麻布さん。麻布さんはお休みですね。有栖川さん。はい。岩村さん。はい。上野さん。涼子のやつ、はい、休みだね。さん、うん。心配？別に心配なんてしてないけど、気になるじゃん。帰りに麻布さん家寄ってみようか。それならすでにおちびちゃんたちが伺っててよ。え？やっほー！確かこの辺よ、葵ちゃんは赤い屋根のお家って言ってたけど、あれじゃない？きっとそうだよ、行ってみよう。わからないよ。美咲、ダメ、全然わかんない。諦めないで、さあもう一度。何してんだろう。多分お姉さんが妹に勉強を教えてるのよ。美咲ちゃんも学校行かなかったのね。一体いつになったらジュエルチャームは現れるんすかね。うるさいね、ビビ文句言わずにあの子を見張ってりゃいいんだよ。見らされるのは嫌いじゃないっすけど。その前に私たちが飢え死にしちゃうかも。飴玉しゃぶって言うなっての。何度やっても同じよ、全然頭に入らないの。美咲、それでも私ここすら分からなくなっちゃったのよ。もうおしまいよ。美咲どうする？とりあえず葵ちゃんたちのところに戻って報告しましょう。じゃあそっちは任せた。え、私はあの子追っかける。なんか面白そうなの。あれ、なんか出てきましたよ、ミント様。何してんだよ、追いかけるよ。あ、よいっそ。待って。っていうわけなの。そう、わかったわ、ありがとう。ふう、思ったより深刻ってことか。うん、帰りに麻布さん家寄ってこうか。だね。では、私が案内いたしますわ。で、ルビーは？そう。美咲。美咲、家の方は大丈夫なのか？うん、大丈夫、問題ないよ。ところで、あいつは？うん。これかっこいいっすね。誰？麻布さんってずいぶん変わったところに住んでるのね。っていうか道間違えたでしょ。どうやらそのようですわね。いつもは服部の車で行き来してまして、歩いてきたのは初めてでしたから。お姉さんたち、こんなところに何の用？遊ぶお金貸してくれないかな。あ、うん、貸してくれないかな。ルビー、あんた何やってんのよ。痛い痛い痛い。で、ガキンチョ、誰に向かって物言ってるんだ。何？もちろん私が虹色学園中等部女子剣道部主将浅岡みなみだって知ってて言ってるんだろうな。なんだと、貴様が。いいかい、ジュエルチャームが見つかったら奴らよりも先に手に入れるんだよ。合点承知。3人まとめてかかっておいで。チッ、バカの相手はしてられないね。みんな行くよ。はーい。だからあんたは違う。美咲、あんたも早く。美咲ちゃん？あ、私たち美咲ちゃんのお姉さんのクラスメートなの。お姉ちゃんの？お姉さんが心配してたよ。だからお家に帰ってね。
何？お姉ちゃんに頼まれたの？ううん、違うよ、私。だったらほっといて。でもお姉ちゃんたら勉強しろ勉強しろってそればっかり。だけど私ククも分かんなくなっちゃったんだよ。クク青じそ、お前クク知ってるか？当然でしょ、キャ。じゃあ肉食べたい、ゴック飲みたい、死にがお腹減って死にそう、キャ。ダジャレかいよ。当然、いくら勉強したってもう元に戻らないんだよ。行くじゃなし。あなた現実から逃げてるだけよ。ちょっと前の私もそうだった。忘れちゃったんならまた一から覚えればいいじゃない。ククだってもう一度覚えればいいじゃない。あなたにはその勇気がないだけよ。さあ、ミサキちゃん、勇気を出してもう一度頑張ろう。さっきから聞いてればずいぶん偉そうじゃん。そういうのが一番ムカつくんだよ、勇気。そんなに言うならあんたは相当勇気あるんだろうね。え？だったらそれを証明してもらおうじゃん。同時にスタートして先にブレーキかけた方が負け。分かったわ。つまり後からブレーキをかけた方が勇気があるってことっすね。前に映画で見たことあるっす。チキンレースって言うんだよ。あたしチキンよりポークがいいわ。え、トマ食いだって、キャッハ。食い物のことばっかり。フィッシュでもいいわ、キャッハ。ちょっとリンコ、大丈夫なの？こんなことで本当の勇気がわかるとは思わないけど。ん？勝負とは決して後悔しないこと。何それ。約束して、美咲ちゃん。もし私が勝ったらお姉さんの言うことを聞いて勉強するって。分かったわ、攻撃さん。5、4、3、2、1スタート。魔法使わなくてどこで使うのって場面だけど、アクリル級じゃね。ちゃんと勉強しなくちゃね。うるさいな、ちゃんとお勉強したじゃん。よし、わかった、勇気の魔法かけてやる。もうダメ。プルプルプリズムジュエルガム、ルビージュエルフラッシュ。あれ、ブレーキ、ブレーキ。あら、ブレーキ消えた。これが勉強の成果？ある意味勇気の魔法かも。まあいっか、ブレーキないなら絶対に負けねえもんね。あはははは。負けたぜ。約束だからな、美咲。お前とはこれでさよならだ。リーダー、勉強頑張れよ。美咲。え、お姉ちゃん。ほら。美咲。お姉ちゃん私ごめん、お姉ちゃん、私また勉強するよ。美咲、よかった。あっ、くしょ。急いで奪いに行くスミント様。ええー、話や。
ずぶ濡れのところ申し訳ありませんが、お仕事です。わかってるわよ。プリプリプルリンプリリズム、オープンジュエルハート絶対合格プレイズよ。うーっす、久しぶり。ルビーちゃん、戻してくれてありがとう。早速で悪いんだけど、あの子にジュエルパワー一発お願いします。オッケー、ルビーちゃんのお願いなら嫌とは言えないもの。じゃ、行くわよ。プルプルプリズムジュエリズムクリソプレーズジュエルフラッシュ。塾にはちゃんと行くようになったと聞いてますけど。ちょっと、ん、葵様に慣れ慣れしく近づかないで。言ったでしょ、葵様に気に入られてるからっていい気にならないでって。おいおい、美咲、今度の塾のテストで100点取ったわ。え、ああ、本当よかった。これでもう大丈夫だな。いろいろありがとう。テストは何ですって？ほらほら、葵様の半径1メートル以内に近づかないこと。空のブローチ数えながら歩こうよ。悩みも夢とかもみんな分け合いながら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。